海って言えばガキの頃クラゲに刺されたことがあってよ。それ以来ずっとクラゲって苦手だったんだよな。今は大丈夫なのか？うん、あることがきっかけでむしろクラゲ好きになったんだ。きっかけ？クラゲに助けられたとか？いや、アイスがうまかった。は？クラゲアイスっての食ったらこれがめちゃくちゃうまくてな。あれ？クラゲいいやつじゃね？敵じゃなくね？って思えてな。なんじゃそれ。足立さんに苦手なものがあってもとりあえず食べさせれば大丈夫そうね。よし、こんなもんでいいだろう。うんうん、なかなか立派じゃないか。これなら社長も喜ぶだろう。なんだこのショベルカー、工事でもすんのか。いえいえ、これは展示品ですよ。ハワイ開拓の時に使った珍しい型のショベルカーが見つかったとかで、この辺りの整備にも一役買ったという我が社伝説の名車らしいです。綺麗な状態で見つかったし、せっかくだからいろんな人に見せたいっていう社長の意向でね。それで急遽ここに2台置くことになったんですよね。しかし社長、いきなり言い出すんだもんな。展示許可取るのも運ぶのも本当大変だったよ。よりにもよってこのクソ忙しい時期に。まあ社長のわがままはいつものことじゃないですか。僕は慣れてきましたよ。同期は間仕切れしてましたけど。なんかいろいろ大変そうだな。でもこのショベルカーがビーチの立役者なんだな。ボロいショベルカーかと思ったけど、そう思ってみると風格があるように感じるぜ。まあそのボロさも味ってことで。もう動かないのかこれ。バッテリー部分が欠損してるので残念ですが動かないですね。燃料とかはどうもそのままっぽいので、バッテリーが見つかったら動く可能性もありますが、古い型のものですし、まあ現実的には無理でしょうね。一応ここに入るはずなんですけど。なるほど、どっちもカバーごとないのかな。そうなんですよ、完璧な状態のものはもうどこにもないみたいで。でも展示する分には問題ないし別にいいかなって。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか、ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。社長もそんなのどうでもいいからさっさと展示しろって言ってましたし。おい、そろそろ行くぞ。早いとこ社長視察の段取りを組まないと。あ、はい。では僕たちは仕事があるのでこれで。電気厳禁のショベルカーってことか。まあこんなビーチでいきなり電気なんて流れないだろうし大丈夫だろう。いろんな国のお魚さんが見られるって素敵ね。パパも呼んでみんなで行きましょうか。やったー。ミラクルアクアリウム、こちらよろしくお願いします。ん、今度この近くで移動式の水族館を期間限定でオープンするんです。お兄さんもよければぜひ来てみてください。なあ、
さっきの親子が話してたのはこれか。って、あんた、サーカスの安田団長じゃねえか。え？お、春日さんじゃないですか。奇遇ですね、春日さん。こんなところでまたお会いできるなんて。旅行か何かですか？ああ、まあそんなところだ。団長こそそんなとこで水族館なんて始めてどうしたんだよ。動物のサーカスはやめちまったのか？いいえ、以前日本で春日さんに助けてもらったでしょう。あれを機にいろいろ反省してサーカス事業の見直しをしましてね。運営や管理を徹底したらうまくいったんですよ。スタッフも増やしまして全国巡業中です。今は彼らに任せているんですよ。これも春日さんのおかげです。ありがとうございました。そいつは何よりだ。しっかり続いてるみたいで安心したぜ。ええ、実はそのサーカス巡業中にハワイでショービジネスをやっているというアメリカ人と居酒屋で会いましてね。ハワイで水族館の運営をやる予定だったけど、あなたになら譲ってあげてもいいなんて言われちゃって。私の動物に対する熱い思いはワールドクラスだってことなんですかね。それで酔った勢いもあって、私は有金全部はたきましてね、施設の運営権を譲渡してもらったんですよ。まあ期間は限られていますが、これが跳ねて軌道に乗ったら水族館ごと移動しながらアメリカ横断なんてことも夢ではないかもなんてね。ある程度慎重になった方がいいとは思うけどな。特にあんたの場合は。分かってますって。でもね、春日さん、行けると思ったらアクセルを踏む勇気も大切だと思うんです。だから応援しててください。そうだ、私は水族館準備のためにこれからお魚さんたちを迎えに行かないといけないんでした。それではまた、春日さん、オープンしたら絶対に来てくださいね。おう。相変わらず世話しない人だな。まあ魚ならサーカスの頃みたいに大変なことにはならねえか。水族館ってこの辺でやるのかな。また時間ができたら来てみるとするか。
それでは。気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか、ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。まずいんだ、ショベルカーが。あ、ショベル？なんでこんなところに生クが。やべえ、よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに。ラムちゃん、電撃はやめてくれ。くそ、間に合わなかったか。ところに、お願いです、あの暴走シャベルカーをなんとか止めて、中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください。チキショー、結局こうなんのかよ。仕方ねえ、やるしかねえか。私の出番ね。
お気づきましたか。行きますよ。ほら来いよ。何？来ない。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。行くぜ行くぜ。私の番です。ぶちかま！受けてみな！調子がいいぜ。行くぜ！打ち抜くぜ。勝負しろよ。次は、次。いい調子だぜ。上昇上昇、さらにお役に立ちましょう。いっぱいやりたい気分だぜ。なんとか動きが止まったか。団長、ナマズたちは大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そっか、まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジヤバいんだって。これが宣伝していたアクアリウムのエレクトリックショー、素晴らしいわ。ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。なるほどね。僕、もう一回見たい。あのバチバチってやつかっこよかった。皆様、お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーはお楽しみいただけましたでしょうか。後日さらなるクオリティアップをしたミラクルアクアリウムがオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く。いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんなら何回でも見に行くよ。ささ、こちらです社長。我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思いますよ。あれ？なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いや、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。何せ伝説の初期モデルですからね。やはりみんな気になって。なんじゃこりゃ。うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか。今日は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。ハワイでも春日さんに助けてもらっちゃいましたね。こんなことになるなんて。
まったくだぜ。あんた一歩間違えたら死んでたぞ。いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるような貧しい地域の子供たちのもとへ行って楽しませてあげたいなって思ったりして、あれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まずは安全第一で環境を整えて目の前のことに集中しないといけませんよね。まあそうだね。だが横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろな人を楽しませたいっていう熱い気持ちは嫌いじゃないぜ。ありがとうございます。監修は常に新しくてエキサイティングなものを求めています。既視感のある展示ではなく、私たちにしかできないユニークで新しいものをお魚さんたちと一緒に作ってみんなを興奮させたい。その思いはずっと変わりません。いいんじゃねえか。あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。そういう思いがあるならなおさら頑張らねえとな。はい、ふんどし締め直して頑張っていきましょう春日さん。私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみませんか。ちょっと待て、何を言って。さっきの電撃ショベルカーとの死闘は聴衆の心をぐっと掴んでいました。やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強です。世界を狙うことだって有名じゃない。どうです、ワクワクしてきたでしょ。さあさあ、ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こうじゃありませんか。いやマジでもうショーは勘弁してくれ。え、待ってくださいよ春日さん。